百田かけるソレダ禁断の DM 公開。百田かけるソレダ有本香里氏百田さんの不注意の結果ですが、保守党設立以前のことなので不問に付しますなどでご紹介した百田先生とソレダ氏の DM あれこれ、当然のごとく和也氏が参戦されました。とうとう出たね。これで最初しらばっくれてたのが怖いわとのことでした。ソレダ議員の暴露が2024年4月4日23時50分だったのに対して、和也氏の拡散は5日の0時15分でした。25分後の拡散です。ソレダ議員は4月4日19時に DM 公開の予告をされています。それにあたって和也氏は同日ライブ配信をされていました。男岸田裏金問題で自民党内大量粛清、添田詩織市議が日本保守党の百田直樹代表から受けたハラスメントの証拠を全面公開かというタイトルです。添田議員の暴露をウキウキ待っていたと思われます。いや無理があるでしょう。今回なんて既婚子持ちの60代男性が娘ほどの年齢の女性にやってたわけですよね。引くわとのことです。そういえば言論はさておき、和也氏は女性関係では危うさを感じたことはないように思います。世代的なものもあるかもしれませんが、あの DM は引いてもしゃあないかなっていう気はします。例の日本保守党百田直樹代表による添田詩織市議へのメール問題、セクハラには寛容ではない有本香里事務総長の動きに注目ですね。セクハラには寛容ではないと自分で言っているので、重い処分が発表されることでしょう。しかも功績があった人でも、今時セクハラパワハラは身の破滅を招くとも書いているしね。有本さんが百田氏に引導を渡すんだろうな、かっこ。外に向かってかっこいいことを言う傾向ありという分析も見事ですね。さすが一流のジャーナリストは違いますよ。とのことでした。これは重い処分が下されないことを前提につぶやいていると感じます。この流れの中で和也氏が例の件について心情を吐露されました。DM といえばあなたの有名なやつ。こちらを引用リツイートして。あれは失敗でしたね。経験を糧に今後も頑張ります。とのことでした。マジで？和也氏の DM といえば、和也 DM、和也氏が公開した極秘 DM について思うことという動画で当時ご紹介しました。失敗とお認めになるとは思いませんでした。これは和也氏を少し見直すしかないかもしれません。ただこれは常念さんのはしご外しになるとも思います。和也さんはバビを入れたなどの真実を多数の情緒豊かな方々がおっしゃっていました。じっと我慢して返事を待つにふさわしい期間、ずっと沈黙を続けていた和也さんのマナーに感服します。とのことです。DM の内容には触れず、和也氏の対応を叩いておられました。ぜぜひひの常念さんがあれを見て突っ込まないのはちょっと驚きました。他にも和也 DM について語っておられました。和也氏の DM で問いかけてた点の公開、どちらが公開したか、誤解させる内容とか、異次元な議論が繰り広げられているんですが、和也氏を叩いている方々は、Twitter を利用したことがない人なんですかね。もう少し本とか読んで、読解力を見つけていただきたいです。ツイッターでもはずですよね。なんせ SNS メールというくらいですから、ツイッター検索も知らず、裏を取る習慣もない上に、大作家ならではの創作力とファンの読解力のなさも相まってますから、和也さんの DM を八百長だの、謝罪だの、受け取るファンでのまでいて大変ですね。同情します。とのことです。和也氏本人ですら失敗と認めた DM について指摘していません。これは和也 DM へのバッシングに対して、かばっている、擁護していると私は当時感じていました。他にも和田健二さんなんかも DM に対して擁護されていた覚えがあります。こちらちょっとうろ覚えです。和也氏は自身の失敗をお認めになったのはある意味立派ですが、当時擁護された方へのフォローの言葉もあった方がいいようには感じました。健康君は失敗しても全然認めないクズ野郎だね。今回はおまけで和也DMの動画をつけます。興味のある方は後半もご覧ください。また一つお利口さんになったな。チャンネル登録お願いします。明日から本気出すから大丈夫。和也氏が百田先生に送った交渉 DM を公開しました。
こちら勝手に和也文書と呼称しようと思いますが、これに関して和也氏のツイートのリプ欄には称賛の声がありました。文化の違いを感じますが、その方の考えは尊重したいと思います。それはそれとして私の思うことを述べたいと思います。また和也氏の DM を送った理由は、百田先生との和解が目的だと仮定しての感想となります。今回の件では、堅くなに保守系の YouTuber が誰なのか明かせない時点で、論理的にはこちらに利があると考えています。裁判となれば、逐一動画で報告をすることにしますし、これまでの反応を見る限り続けたところで、百田さんにとってもプラスにはならないでしょう。とのことです。まずは勝利宣言からスタートしました。また百田先生が裁判を行う動機をプラスマイナスで考えているという決めつけを感じます。そこで落としどころを考えました。 1. 今後僕や常念さんに対する匂わせ示唆を含めた批判をしない。 2. ツイッターに裁判を思いとどまったことを書いた上で該当のツイートを削除する。1番はそのままで、今後僕や常念さんに対しての批判をやめてもらいます。今回のようにぼかして想像させるのも厳禁です。エコノミー等の表現もやめてください。2番は和解の演出です。文面としては小説の追い込みで気が立っていて、この理由は何でもいい、つい裁判と書きましたが思いとどまりました。私の投稿でフォロワーの皆さんに批判的に書いた保守系の YouTuber が和也氏だと勘違いさせてしまったことについてお詫びします。該当のツイートは紛らわしいので削除します、というようなものです。とのことです。落としどころと言っていますが、和也氏の干渉、百田先生の土下座以外認めないように見えます。これを認めたら今後も和也ルールに縛られ、百田先生の表現の自由が阻害されます。文面でわかると思いますが、百田さんは僕に直接申し訳ないと書くことがないと思うので、フォロワーに対する詫びで結構です。これを書いていただければ、僕も和解した旨をツイートし、表現について謝罪を表明します。そして今回の件で百田さんについて批判的なことは書きません。とのことです。百田先生には今後の批判するなと言いつつ、自分は今後案件によっては批判することは縛らない不平等なルールを敷いていると感じます。これ落としどころと言えるんでしょうか。該当するツイートは、保守系の YouTuber が突然バイデン推しになったのは広告外しが怖かったのではないだろうかと思っている。わずかな銭で主張を変えるような人間にはなりたくないね。バイデンを推す保守論客にはたとえバイデンが負けても最後までバイデンを応援してほしいね、というものです。本来は百田さんと僕は戦う意味がないはずです。正直このまま続けても泥仕合でしかありませんが、それでもやるという場合は仕方ないので裁判でということにしましょう。ご検討いただければと思います、とのことです。戦う意味がないという一点は賛成します。ですが、とても目上の人に送る文章とは思えない。和也氏の目的が百田先生との和解と仮定して改善点を挙げたいと思います。1、まずは下手に出ましょう。目上の人は敬いましょう。全体的に対等からちょい上からの目線の文面です。基本的なマナーがないと相手する価値なしと思われてしまうのではないでしょうか。今回はすでに相手が怒っていることが分かっているはずなので、特に注意が必要な場面かなと思いました。 2. 目上の相手の行動を変えたい場合はお願い。部下など自分より立場が下の人には指示でもいいのかもしれませんが、対等以上の方にはお願いするしかありません。そこをわきまえてないといろんな人に協力をもらうことは難しいと感じます。 3. お願いにメールのみは失礼。直接の知り合いにメールでポンと要件だけ送るのはマナー違反ではないかなと感じます。 4. 物を申すときは相手と向かい合って。私が和也氏だったら、伝えたいことがある、なんとかお会いできないかと内容に触れずに電話を中心とした連絡をするのが第一報にふさわしい気がします。また話すときもいきなり本題に入らず、少しずつ話題を核心に近づけていき、ご立腹される様子があったら気持ちを逆立てないように細心の注意を払いつつ伝える必要があると思います。5. 百田先生が訴えた理由。このやり取りを見て思い出したのは、百田先生の裁判の申し出が唐突だった点です。
ひょっとしたら今までの和也氏とのやり取りから話にならない相手ということはすでに分かっていたということではないでしょうか。やり取りしても時間の無駄だから裁判で行こうと思ったのではないかなと感じました。6. 和也氏の DM の理由。常に上から目線の文面で分かりにくいですが、かなり焦っているようにも見えます。彼なりに一生懸命裁判を回避しているようにも思えなくもないです。また青山議員の時と違い、指針での連絡を試みたのは成長かもしれません。和也さん、落ち着いて。この DM を見てから健康くんが一番落ち着いてないよね。